いくら自分はこういう人間だと思っても、自分に自信を持つためには人からどう評価されるか。で、大人はね、人に評価されるためにニコニコ笑っていい人になってありがとうとかね、うん、何か困ったら手貸すよっていうことで、自分が一生懸命アピールすることで、あの人だったら私なんかしてあげたいということで自分を身につけますから。赤ちゃんはただ泣くだけですから、その時にただ一生懸命、ね、泣いてる子に、あ、いい子ねって言って、ね、だからね、前からカウンセリングした女の子で、子供欲しくない、なんでって言ったら、親がこう私のこと愛してくれなかったから、きっと私は子供を持ったら子供を殺してしまいかねないみたいな、私子供嫌なんです、子供やってて怖っと思うんです、何をするか分かんないじゃないですかって言って、まあ、言われてみや、まあ、そういうあのカウンセリングしてるとね、聞いてるうちになるのは、そう言われてみたら分からないこともないなみたいな側面もあるわけです、ね、その子ね、僕のカウンセリングずっとかけてたんですけど、変わったな、僕のカウンセリングで変わったんじゃないですか。ある時ね、大学の卒業した時に友達が集まった時に、その友達の中に赤ちゃん持ってる子、生まれたばっかりの子がいてね、ちょっと先輩預かってください、ちょっと向こうで呼んでるんでって言って預けられたんですよ。で、まあ、いい先輩取ってたんで、私赤ちゃん嫌いって言うとなんか嫌な人になっちゃうんで、あ、いいわよってちょっと嫌な感じに思いながら、泣いてますから泣かないって言ったら、大丈夫、泣いて寝てますから、あ、そう、こうやってた。そしてこうやって、そしてふと思ったんですよ、私、彼氏からも誰からも信頼できないのに、この子なんで私の腕の中で安心して寝てるのと。あ、スパッと落としたら落とせるのに、みたいな。でもその子の体重をぎっしり感じてると、あ、この子私を信頼してるんだな。あ、お母さんだと勘違いしてるから。そうなの、私が信頼されるわけない。私そんな信頼されるような人間じゃないし、もう友達からも周りからもどうやっていつも信頼されるかに命かけて頑張ってるのに。この子は無条件で死んでる、きっとお母さんだと思ってるのねと思ったんですね。で、こうやってやってたら、パッと見たら目が開いて、目があったんですよ。絶対泣くと思ったら、パッと目があって、で、ニコッと笑って、で、また眠りを決めたんです。この子は私のお母さんじゃないっていうことがちゃんと分かったのに、お姉さんだったら大丈夫だねって言って目を閉じた。その瞬間ね、彼女の中にある母性が、今私じゃサバンナみたいなところでライオンに襲われても腕足食われてもこの子だけは守れる思ったんですね。これが、この子は何もできない、この子は私が守るしかないんだと思ったら、どんなことしてもこの子は私を信頼してくれて、私なんか今まで一生懸命人に一生懸命やることで信頼されると思ってたのに、単純に私をそのままに信頼してくれる、この子のためだったら何とかできる、そう思ったら、今手足燃えても絶対この子だけは守ってみせると思った時に、初めて彼女の中に母性ってこういうことなんだ、そう思ったら、この子が可愛くてしょうがなくなって、なんとその子、迷惑なことにその友達にこの子もらえない犬を猫したら、ね、この子いただけないと言い続けたそうです。僕、彼女の顔をずっとやってたんですよ、母性について。負けたいつも負けるんですよ、僕、ね、確かにそう、子供をぐっと抱きしめられて、こうパパッ、ね、こうやって抱きしめられると、こいつほっつけないな、こいつのために何とかしようと思いますよね、うん、それがだから親も実はもらってるし、抱きしめられることで、ね、だからそういう意味では、この基本的信頼というのは子供に与えるだけじゃなくて、こう、例えば僕も先生どうしましょう困ってるんですって言ったら、俺に任せろって思ったら、なんか学校一の部下のために頑張らない、ね、やっぱね、信頼されると信頼に応えようと思う。ところが誰にも信用されて信頼されてない、あなたなんかいらなくていいって、必要ないって言われたら、やっぱね、人間は自己不信、自分が嫌いになりますよね。そうすると自己否定感が、だからこの時は大人になったら一生懸命努力して自己信頼を獲得することね、誰かにあなたのおかげでとか誰々さんがいてくれてっていうことで獲得できますが、子供はそれがないんで、だからどれだけ抱きしめるか、ここが基本なんです。もし子供の時に、あ、抱きしめが足らないなと思ったら、いつもね、全部で言うとセルフラブ、私が私をサポートする、